写真本当にいいですね。これ誰が写,った写したでしょうか。チョウソクンさんが写しました。 今日はこの世の神々は人たちが自分を使えるようにとします。 しかし、聖書の神様は、自分が人間に使いたいと願う神です。わかりますかこう韓国の信仰は昔から。神を拝みなさい。先生を使えなさい。先生に使えなさい。牧師に使えなさい。 神は使えられる対象として、そのように信仰を学んでいます。だから、この全てのものが逆になっているようです。私が聖書をこう見ますと。私が聖書を見るときは、神様が聖書では、神様が私人間を使える神として私人間に使える神として、私人間に ご自身を紹介したいと思っておられます。それでそういうものを曖昧に言葉だけで話さず、とても具体的に幸せにを見せてくださいます。わかりますかそれでは今日は、ヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書、まず12章を。 見てみたいいと思います13章を見てみたいと思います。聖書は本当に普通の心理学者たちが言っているようなことと違ったことを言っています。私は主に私が何か悪い思いをしたとき、それは 私がする思いだと思います。そうですね。そうですね。私がどうしてこういう、このように考えるのだろうか。ところがある時は、私はこういう考えをしてはいけないのに、しているのです。だから、それはどのようになるときそういう現象が起こりますか偽りの私が。 とても悪い思いをすれば、まことの私が、どうして私がこういうことを考えているのだろうか、そのようになるのです。私がどうしてこういうことを考えるだろうかというのは誰の心ですかまことの私の心です。まことの命の私がだん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 と成熟するにつれて、 ままたここうういう葛藤が起こり得ますだから信仰がだん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 熟するほどにある場合は葛藤が多くなる場合があります。どうしてですかこのまことの私が全く成熟しない時には私がどうしてこういうことを考えるだろうかというのをよくこう思うことができません。わかりますかそれで葛藤が起こり始めます。 こういう葛藤をするときそのとき私が「ああどうして私はこういうことを考えるんだろう」という瞬間がつまり悲しむ瞬間ですだから悲しむものは幸いであるという言葉の意味は私が何かをこう何かのことに対して悲しむと祝を出さる これは言葉になりません。神様は私に命の息をくださって送ってくださって私がその御言葉を悟って私のうちに死んでいているとの私が目覚めると私が悲しむようになるでそういう人たちは幸いであるという意味なのです。これを悟らないとあまりこう 悲しくないのでも、教会で悲しむふりをします。修行を、そうしたら祝福をしてくださる。こういうのは本当に誤った悟りです。だから、神様の御言葉、神様の意志が私の中に入って、私の中に秘めている、押されている。 成熟してない誠の私が神様の御言葉によってもっと命の息が出て私は少し変な人だ。どうして私がこうすることができるだろうか。このように考えることのできる人となるのです。それでそういう人が悲しむようになり、この悲しむものが結局は、あ,あ 神様の義に上え替木、え替ものになるのです。あ私のうちに神様の義がより一層入らなければならないのにあ神様の義が義に対して上え乾いているのでその水を十分飲めないのでいまだにこのように乾くしかない。だから乾くものになるのです。 だから神様の義にその上乾くようになるのも神様がそのようにしてくださったのでその人は幸いな人であるということですわかりますかさてそれでこの社会で考えているのと聖書が言っているのとは本当に違います 聖書が言っている、言おうとしている天の意志は、見心は、天が死より高いように高く、それはとても感動的です。もう喜ばないではいられません。そういうのを悟りますと、ここ見てください。2節 悪魔はすでにシモンの子イスカレオテのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが驚、どんなに驚くべきことかわかりません。もう、驚かないといけません。うわあどうしてですかニュートンも先ほどお話しましたように、リンゴが落ちると思いました。 落ちるのは何が落ち,何が落ちますかリンゴが。リンゴが落ちるのではありません。イスカレルのユダがイエス・キリストを売ろうとする思いはイスカレルによってのユダがしたのではないのです。イスカレルとはそういう思いを抱くようになったのが悪魔がすでにシモンの子イスカレルとのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、 イスカレッてのユダはそれを受け入れたのです。これを皆さん知らなければなりません。本当にこれは聖書にどれほどソイソが進んでいるのかを証明してくれる聖句です。信じるが者た,たちはこういう言葉を決してできません。イスカレッてのユダがイエスを売ろうとしたのはイスカレッのユダの考えです。 だからこの世の心理学と聖書の心理はレベルが次元が違います。だから私が言います。これは思いでなく死の思いである。だからこのニュースサトでは私が考えるその思いは神から聞いて死の思いは悪魔から来る。聖書通りに このように私たち人間を理解するとき正しく理解をすることができるのですさあ皆さんこのようになりますとこのようになりますと神様はこれを知っていますか知りませんか全部ご存知ですさてだから夕食三節 ご自身が天から来て、また神に行くことを知られ、遊説の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたライに水を入れ、弟子たちの足を洗って。皆さん、これ驚くべき場面が出ています。4節イエスは神の子です。 ところはこの神の子が人間の何を洗い始めますか足を洗い始めるのです。皆さん、足を洗うということは、それは誰がしていることをしているのですかしもべえ。しもべがすることをするのです。その当時は、皆さん、アスファルトもないし、もう土の道で もう靴も最近のようなこの靴じゃなくてサンダルを履いていたので外出から帰ってくるともう足がもう埃だらけになりますだからしもべたちがあのたらいに洗面器にこう入れてその主人の足を洗ってくれますそしたらよししもべがすることを誰がしていますかイエス様がなさるのですはい こういう、こうだから弟子たちが理解することができません。おおイエス様、足を出しなさい。私が足を洗ってあげる。イエス様がそのようにしなさいというので、もうこのようにしてもいいのだろうかと言いながら弟子たちが何人かの足を洗いました。わかりますかそれから誰の番になりましたか ペテロの番になりました。シモン・ペテロのところに来られて、ペテロはペテロに来た。そのペテロはもうマナ弟子です。イエス様のマナ弟子です。で、ペテロは少し違います。違う。他の弟子たちは足を出さない、出しなさい、洗うからと言ったら、洗いますが、とても。 もうちょっと多分心が不便だったでしょう。こうしてもいいのかどうかわからないけど、出しなさい。洗うから。というので、仕方なくおーっとしながら、もう隣にいる弟子たちの雰囲気を見ながら足を出したでしょう。ペテロはこれは正しくないと思うのです。私たちがイエス様の足を洗わなければならないのに、 どうして神の子であるイエス様が私の足を洗うことができるのだろうかとペテロは思ったのです。はい、それで何と言いますか今ペテロもペテロの友達ももうすでに足を洗ったペテロの仲間もペテロも神をどのようなレベルで見ていますか 権威主義で思います神様は私たちよりは高い方だから、偉い方だから、私たちがしてあげないと、この偉い方が私たちにどのようにこのようになさることができるのか、これはもう話にならないというそういう権威的な思想を持って神様を使えています。今現在私たちキロシスト教、韓国キリスト教、 この大半の教会は権威主義的神様を、神を権威主義者としてその使えています。皆さん、権威主義者となると選択の自由を与えますか与えませんか与えません。権威で押します。わかりますかだから神様は権威主義を行われません。 だから、ソドムとゴモラのように、ノアの洪水のように、罪が多いところに、はあ、水でもう殺して、罪が多ければ火を下して殺すので、そういう権威主義的な神を知っている者たちが大半です。はい。さて、ところが見てください。でペテロが権威主義 の立場から自分の意見を言っています。見てください。シモン・ペテロは言われた。主要。6節です。イエス様、イエス様が私の足を洗うのですか理解できますか理解,できます理解できないということです。私の足を洗ってくださるのですかイエスは答えて言われた。私は、 そのイエス様だったらこう言ったでしょう、うん。そうだ、私が洗うと。もう足を出せなさい。それも何主義ですか権威主義です。イエス様はそれに語っておられません。私がしていることは、今はあなたは分からないが、後で分かるようになります。だから足を出しなさい。 私はがあなたの足を洗うのをこれから理解するようになる。あとで。そうしますと、ペテロは何と言いますかああこのあこいつらの足は洗った,たかもしれませんが、私の足は決して洗うことができません。で、ここでペテロの 長所が見えます、はい、少なくともペテロは今までの足を洗ったその仲間より弟子たちよりは少し少しだけ健衆です。今まではもう口も もう足を出しなさいと言うからもう一言言えずにもう足を出しましたしかしペテロは少なくとも自分が間違っているのは間違っていると自分の思いを言うことができるぐらいよりこう権威主義がちょっと少ないです低いです権威に服従するのを信仰と言ったらいけません分かりますか信仰というのは何が信仰ですこういうのが信仰です イエス様を信じるので、自分の思いを堂々と言うことができ、イエス様が誤っているのは、それ間違っているようですということのできる信仰のある人がペテロです。はい。権威主義に無条件に服従してはいけません。で韓国の誤ったこの信仰は、 神様御言葉だから無条件に服従しなさい。皆さんそれは違います。我々の神様、聖書の神様はそういう神ではありません。選択の自由を与えてくださった方で、聖書にはこういう言葉があります。来なさい。私と弁論しよう。私と討論しよう。今、ペテラは何していますか討論しています。 自分が間違っていると思うのは、イエス様、これ間違っているみたいです。私が見るには、私が洗うのが正しいです。このように弁論,弁論をしているのです。この弁論をすることのできる信仰が、誠の信仰だということです。はい。 私、決して私の足をおらいにならないでください。結局はペテロは何を言っているんですか私の思いがあなたの考えよりは正しいです。おお、信仰ありますね。はい、そのように話すことができる。しかし今まで朝を表ってもらった人たちは、実はペテロと同じこと。 言葉ば、こを考えていたのに、ああ,あ、こうとしていました。それは信仰ですか聖書はそういうのを信仰としません。そういうのを従順と言いますか、服従と言いますかいいえ、韓国のキリスト教ではそれは従うことです、従順です。従順というのはそういうものではありません。それ従順は自由意志によって、愛に感動して、ああ、そうだ。 これが従順であって出しなさいはいはいはいこういうのは少なくとも聖書ではそれを神様は要求なさいませんさて見てくださいそうしますとイエス様が出しなさいと言ったら出しなさいじゃなくてイエス・キリストは言われましたもし私が洗わなければもしあなたは私 を洗って私があなたの思い通りにすればそれはあなたと私とは関わりがないもし私が現れなければあなたは私と何の関係もないあなたと私とも関係がないという話は関係を言いますはい何の関係もないペテロよあなたは今 あなたと私とどういう関係にあるのか知らないでいる。私の,の身分を神の子イエス・キリストであるということを認めているけど何は知りませんかその関係は知りません。どういう関係にあるのか。だからペテロはこの方は神の子イエスだということは知っています。それは正しい。関係を逆さまに 知っている私はこの方の足を洗わなければならないそういう関係主人であり私はしもべそういう関係に思っているのであなたがその関係を分からない何の関係もないところが伝統的に誤ったキリスト教は私がやらした通りにしなければあなたと私は関係がない と言いますさあそうしますとああそうですかだとしましたら主が私の足を洗うのが正しい関係ですかそうであるならばもう足だけではなく 手も頭も洗ってください。そういう関係であったら全部洗ってください。これ、こうして真理を発見するのです。その関係を発見するのです。最初は何人かの弟子たちはこの関係も発見できないで私は神様をやらすことをやった。私はしたかった。こうして ここでとどまる教会員です。しかしペテロはこれは完全にそれでは早く洗ってください。ペテロは今何の主義から解放されましたか権威主義から自由になりました。そうですか。私は誤って知っていました。そうであるならば手も頭も洗ってください。この 手も頭もということはもう少し深く解釈することもできます。これは手というのは私の行動を意味し、頭というのは私の思考、考えを言います。そうしたら私の行動と私の考えさえも、私の行動は今までどういう主義の行動でしたか権威主義です。 そして今までの考えも、権威主義的な思考を持っていました。神様、これ書いてください。これさえも。それで、完全に新たに神様との、その、ペテロが自分が考えていた、権威主義的なその関係をから逃れて、自由の関係を持とうとする瞬間なのです。はい。それで、 イエス様はこのように言われます。あなた方が真理を知るだろう。真理があなた方を自由にさせる。こういうのを知らない人たちはその自由が何か分かりません。自由にするという言葉の意味を全然分かりません。ただ、自由にするというのは神様の御言葉を守,って守らなくてもいいとい。とてももう戸惑うそういう内容の話をします。 イエスが言われました。すでに洗った人は足だけ、水浴したものは足以外は洗う必要はありません。これは神私たちが神様を知っている。ニュースサートを植えて、私も神様の彼の字も知らなかったのに、教会も何か分からなかったのに、今は神様がおられることを知っている。 分かりかる私は神様を信じるとしたら皆さん心と体の中にとても大きな変化が起こりまたこれから起こるでしょうはいそれで私が聖書の勉強ももう少ししてみたいそれで家にいて聖書の勉強をしながらああ悟りますが もう日常生活をしてみるともう,だもう昔の偽りの私がこう働いてどんどん悪い思いをするようになり神経質も出て憎んだりそれが何であるかと言いますと私の日常生活の中で土が私の足につかないはずはない埃がつかないではいない皆さんが私は神様を信じる。 十字架を信じる、私は。その十字架にかかられた神様を信じるということは、その十字架にかかった神を信じるということは、私が今まで犯した全ての罪、これから犯すであろう全ての罪さえも、神様が責任を取って、その罪の代価を払って、十字架で亡くなられることによって、罪の 値をを支払っって私を救ったこれがお風呂することです私をこの土もう誇りだらけの私を神の愛で洗って救ったということですところが救われ救われましたがまだこの天に行かないの行けずにこの世の中で 住んでいるのでだから私たちは生きていこうとしなければ土を踏みますだからあれこれという罪を犯すしかありませんがその罪それはすでにお風呂していても足にはもう誇りがつきますのでその時は私をしもべとして 足を出しなさいそうしたら私がその足を洗ってあげようはいだから皆さんこのニューサートを通して皆さんが神様のこの絶対的な愛変わらない愛十字架の愛を悟りましたら皆さんは私みんな共にすでにお,昼お風呂をなさった方です 体を洗った方です。だからこれから毎日毎日、一日一日,日過ごしていますと、私の足に埃りがついたのを知ることができます。先生、最近の運動靴は、埃りつきませんという言葉は話さないで、私の心にまた罪が入ったということを私が,私が知ることができます。そういう度に、夜の度に皆さんの 汚くなった心の足をイエス様に出してくださいイエス様は心よく皆さんの足を洗うしもべとして皆さんを助けられるでしょうさてそれでそれで見てくださいそれで どういう話が出るかと言いますと、イエス様が自らが、私がこの世に来たのは、使えるためではなく、使えられるためではなく、使えるために来たのである。あなた方を使えるために来た。本当に素晴らしい神ではないでしょうか。使えられるために来たのではない。これは皆さんの目で確かめてみたいと思います。 またい20章の28節です。これ、人の子というのはイエスがご自身を表すことです。まことにあなたに告げます。20章の28節、すみません。人の子が来たのは使えられるためでなくて、変えって使えるためであり。皆さん、イエス・キリストは使えるために来られたのです。皆さん、誰でもあまりにも愛したら。 使えたくなりますおじいさんがもう孫がもう本当に好きです。でそしたらお,おじいさんはもうその孫を自分の思い通りにさせようとしますかあるいはその使えますか私が知っているある人は孫があまりにも好きで孫があまりにも好きで。 この孫を奪う車に乗せてこう行くその楽しみが一番です。まあもうその孫を見ながらそれがあまりにも幸せです。神様は私たちを孫のように愛されるのでそのように私たちを使えたいと思います。仕えようとしています。 どれほど素晴らしい話でしょうかだからこういうのを見ました神様は私を使いたい神様は私にもう楽しい快くしもべとなろうとしておられるそれをいつ見たかといいますと私がよく知っている方がおられましたがこの方が肝臓がんにかかってニューサートで治った方ですそれで私は昔 アメリカでニュースタートをし,していたとき、その時はニュースタートをする時本当にお金持ちだけ来ましたで。それで1年に1回ハワイで夏休暇の時その方々の家族、また友人たちのためのニュースタート紹介プログラムをしました。それをもう要求をして、それで。 鉄と鉄首もう徹底的な入札をしたらもう耐えられないのでご飯がおいしくなくてだから魚も少し出て鶏も出しながら健康食というようにして健康食を食べたい人はそういうふうに食べてでその方が自分の向こう向こうと 娘とあの孫4歳ぐらいの自分の,その娘、向こうを入郷させたいそれでリサング博士の講義も受けそして健康食の味も見てそれからそこに来られている体験して病気治った方々にたくさん会って話もしてそれで感銘を受けて入郷をよくしするように。 それで招待をしたのです。それである日朝食堂に行きますがおじいさんがおじいさんが乳母車をこの孫を乗せてもう押していきますところがあの向こうがあのお父さん私が押します向こうが来てこの韓国は権威主義ですね もう,もう義理のお父さんに上車をおさせることはできないというこういうシステムこういう韓国の人たちはこういう権威主義に仕立てる人たちじゃないでしょうかでどれほどかと言いますと人の名前を呼ばないじゃないですか人の名前の代わりに何を呼びますか地位を呼びます教会でも執事さん執事 アメリカではそうでない、ね、羊という言葉、名前で呼びます。トングンさんと呼んで、キム・シスジさんと呼びません。そしたら、あまりにもこうこう仲が親しくないようなそういう感じ。ね、神様はキム・チョロと呼びません。トングンさんと呼びます。 で韓国はあまりにも,もう徹底的に権威主義なので今このように現代の社会になっても名前が呼べません長官してもう20年前に長官を終えたのにいまだに長官と呼びます大臣ですね日本で言えばで お墓の中に入っても、その長官です、大臣、その石碑にですね、なんとかなんこは、その大臣、どれほど権威主義ですか、その職が、職で人を呼ぶので、それは権威主義、私はもう、権威主義にもう慕っているという証拠です。それでですね、それで、その、もう、その、 あのもう義理のお父さんと向こうの間も,も,うもう完全にもう近くなることもできないしこの権威主義の社会だから向こうがあえて自分が上ぐるもを押すというのでもう義理のお父さんは自分が押したくてもああじ,ゃあじ,ゃあじゃあそうしなさいとするしかないそういうい私人間関係を持っているのではないでしょうか。私が見ると そばで見ると、このその義理のお父さんは自分が押したいのに、その向こうがあお父さん、いや、私がというので、じゃあ、そうか、もうじゃあ、あなたが押しなさい。だからおじさんはこの取られました。<coughs> それ、何歩かこう歩いているのに、でこのこれが脳波が違うのか。 パッと後ろを見ます。それで、誰が押してますかお父さんが押してます。パパそしたら、おじいさんどこにいますかおじいさん。そしたら、向こうに行っても、おじいさんが押して。そうすると、おじいさんを、おお、おお、わかった、わかった。それを私はその場面を見ながら、ああ、あれが神様がこういう言葉です。 使えられるために来たのではなくてもう使えるために来たそういう神様がイエス・キリストなのですああどれほど素晴らしいでしょうかだから私は幸せなクリスチャンですわかりますか権威主義に慕っていませんあよ主よ,主よこういうのではありません信仰というものはだから見てください 28節使えられるためではなくて、変えって使えるためであり、また、多くの人のためのあがないの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。それが十字架です。だから皆さん、聖書に表,表されている神様は、私たちに使える方です。これを深く悟ったダビデ が詩編にどのように書きましたか詩幣23編に主は私の牧者であって牧者皆さん神様は私の牧者であるどういう意味ですかこの権威主義社会ではどのように解釈しますか神様は私の牧者だといった羊飼い羊飼いは羊の指導者 というふうに解釈します。しかし、ダビデが言っている理由は、その意味は、その次は何と言っているかと言いますと、私は乏しいことがありません。それはどういう意味ですかそれ主が私を私に使える方。さて、見てみましょう。羊たちがいて、羊飼いがいますと、 羊飼いが羊に使いますか。羊が羊飼いに使いますか。羊飼いが羊に使います。羊たちがそのあの羊飼いさん喉乾きましたね。もうこの水いっぱい飲んでください。こういう羊一匹もいません。はい。ね。 もう羊飼いが羊さんたちが喉が渇くだろうそしたら水のところに連れて行きますでこの羊さんたちが少し疲れそうだといったらねその影の,のところ日陰のところで休ませこの羊さんたちがお腹かす,すいていそうだそしたらもう場緑の牧場に連れて行って食べて羊さんたちが その食べている間羊は見守ります。その,の狼とかなんか獣が来て羊を、うん、捕らえ、害するという危険から守る。で羊飼いが羊を見守るように神様は私たちを見守るということです。だから 主は私の羊かい。私は乏しいことがありません。この世を想像した方が私に使えるというので何が足りないことがあるでしょうか。はあ、主は私の羊かい。私は乏しいことがありません。見てください。その主が 羊飼いが私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。はあ、はあ、ここで休んでください。この牧場に来ておいしいものを食べてください。わかりますか皆さん、このニュースタートが詩幣23編です。わかりますかニュースタートは皆さんが皆さんの遺伝子を 直すこともできませんし消えたのもつけることもできませんそしたら誰が使えてくれなければなりませんか <laughs> 皆さんは夜気分よく寝る時神様は皆さんの中に入って消えていた遺伝子をスイッチオンしてくださり 食事、まだ消化されてない、消化してないもの消化してくださり、癌細胞、まだ死んでないのがいたあったら、また殺してくださり、それで使えているのです。はい。はい。こうなるとき、私がに喜びがあって、自由になります。だから、この乳ンが、わ引っ張る有引力が、 その力を生みました。その時、喜びがあるのです。私の体の中にお、ご飯したら私が消化をうまくする。私は消化をもう本当によくさせる。食べたら私は消化させる。問題ない。誰が消化させますか私ではなく神様が消化してくださるのです。私が病気を治すのではなくて神様が病気を治してくださるのです。<laughs> 見てくださいだから皆さんが今緑の牧場に来て毎日食べているのがもう草ばかりですねそれほどそれがニュースタートです <coughs> これ憩いの水のほとりに来ましたね海辺に来ましたねここは海辺ですが、まあ、それが問題ではありませんそれはまあただ上辺だけの解釈で 私を緑の牧場にふさせ羊はその草を食べるので私が十分食べることのできるところに私を送るのです皆さんがここに来られて神様の家庭命の家庭を食べられました講義を聞いておられますそしてその水というものは 水たくさん飲みましたね。はい。これ、水はまた神様の御言葉です。それで、神様の御言葉を、草どでも食べ、水でも食べ、飲みながら、そうしながら、よく休みました。それで、私の遺伝子を、生き返らせ。 もう消えていた遺伝子をつけて、壊れていた塩基配列を正しくし、自分の皆のために、私を義の道に導かれる。自分、皆のために、自分の名のために、どういう意味でしょうか自分の名前のために、皆のために、自分の名前のために、という言葉は、羊が偉くて、 羊が優しくてということじゃなくてどれほど羊が悪くても何のためにですか自分の名のために自分の名が何ですかイエス・キリストですイエス・キリストという名前の意味は何ですか絶対的な条件ない 選択の自由を与えてくださる愛です。その愛のゆえに。だから私が偉いのではなく、その神様がその方の胸の中にある愛のゆえにこの世になさる。だから、どういう人も私の 病気を治してくださったからといって私は人よりもっと優しいとかよりましだそれで病気を治してくださるのではなく神様のその絶対的な愛条件のない愛のゆえに過去どれほどたくさん罪を犯してもそのようにしてくださるという意味ではないでしょうかそのような意味です。それで 皆のために、この神様は皆のために私たちに恵みを施してくださいます。他の神々はお金をたくさん出したから病気を治してくださいます。そういうやり方です。それがもう権威主義的な神です。皆のために自分の羊を見守るのはそれは何ですかそれは権威主義ではありません。それはどれほど もう優しいものだけ見守って悪いのは見守らないこれではありませんそれで自分の皆のために私を命のみに真理の道に導かれるのです四節たとえ死の影の谷を歩くことがあっても皆さんが ニュースターを終えて家に帰ると私はこれからニュースター的な生活命的な生活をし死の思いをしないで考えたら雑念を振り切って青年だけをしようそういう決心を持って家に行きましたまた電話が来ます電話ではでも 怒りましたも,うもう悪口が出そうでもうこんなも,もう汚いそういう憎んでいる自分を発見しますそれがすなわち再び死の影の種に行ったのです私がここに私が 死の憎しみにとらわれたのです。それはサタンが入れた憎しみをまた私が選択をしたのです。選択をして、サタンが用意したその死の影の谷を私が歩く、歩いて、私が選択して、私が選択して、それを憎んでいても、私は災いを恐れません。 災いを恐れません。主があなたが私と共におられますから。皆さん、これ素晴らしい御言葉です。私が死の影の谷を歩んでいても、神は私をいまだに捨てられず、どこまでついてきて、どこまでですか 死の影の谷までも神様がついてきて、私をどうしますか私に突き回ります。いつまでですかあるいは助けを求めたら、すぐ助けるために突きまとうので、私は災いを恐れませんあ。本当に度胸あります。だから、ずうずうしいです。ある面では。ずうずうしい。でこう で神様の愛を並んでまたニューサートを学んで家に行くと、私をどうしてこうしているのか、うん、これでは決して神様は私を愛することができないそれは何ですかそういう思いが私を捉らる可能性がありますそしたらもう神様ももうニューサートも何にももう,もう投げ捨てて <laughs> こういう 諦めることは恐れからきますしかし神様は私が死の影の谷を歩くことがあってもあなただけ行ったら私は知らない私がそこに行っても死にたければ死ねん死のうと思ったらもう死,、ね、死になさいそれです放っておくものではなくご自身もついてくるのです <laughs> 神様これダメそうです。神様助けてください。そして私を恩ぶして、その死の影の谷から出てくださる方がおられるということです。<laughs> だから、あなたの杖と、あなたの無知と、あなたの杖、 それが私の慰めです。これは悪い羊を戦う戦おうとするのではなくて私が死の谷の影を歩いている時周囲で悪魔の狼が来て私を噛みつこうとしもう死,の死なせようとする時殺そうとする時その狼を追ってくださる <laughs> ああ <laughs> だから皆さん、こういう神様の属性、品性をこのように美しく、私たちの人間のレベルではありません。ど,どうして人間の神が、ね、ここに来て、ユラ、ここ足を洗ってくれるこうするのであって、神様は逆にですね、ユラ、ね、足汚くなってない私が洗ってあげる、はあ。感動的ではないでしょうか、皆さん。 条件がありません必要はありません <coughs> はいだからああ慰めてくださいます <coughs> 私の敵の前であなたは私のために食事を整えこの見言葉も素晴らしいです皆さんここ見てください <coughs> 私の敵の前であなたは私のために食事を整え 神様はもうその家政婦の役割ですね。私がご飯を食べれるように食事を用意する。ダビデはこういう人です。ダビデはあえて神,を神様を私のために食事を用意してくださる。どれほど素晴らしい信仰でしょうか神様が私の足を洗ってくださる。神様は死の 陰の谷までもついて,てくださるそして杖と鞭で私を保護してくださるそして神様は私のために食事を用意してくださるこれがダビデの信仰です、はあ、素晴らしい信仰ではないでしょうかところが食事を用意してくださいますがこれは私たちに食べなさいということですそうですね皆さん 皆さんが昔あまりにも険しいそういう過労したり過食食べすぎて節制できずにもう執着の中でもうそれほどそういう生活をしても誰の誘いに陥って悪魔の偽りの私私の名誉心私のプライドを満足させるために もう押し通していきたいストレスを受けて、病気になった、活性酸素ができて。さて、それで、それにもかか,それにもか,かわらず、神様は私たちに命の 食事を用意してくださるそれが皆さん私が皆さんにお話しすることが皆さんに命の御言葉となることができれば神様がこのリサングという人を通して神様が今皆さんの前に霊的な食事を用意しているのです <laughs> ところがここにもう敵の前で 私の敵の前でという御言葉が出ます。これがまた素晴らしい御言葉です。敵は何と言いますかああ、トンる悪いやつだ。私のや,もうやらしたものをことをやった。それでも神様は何と言いますか東軍は そういういの命を食事を食べる資格がないそうしますと神様は何と言われますか「トン軍が罪をたくさん犯したのを私は私知っている」しかし昨日の夜私にお祈りしていただからあなたはもう退きなさい「トン軍は私の息子だ」このように言って このようにして、トんゴんよ、これ食べなさいこ。この命を食べなさい。そして、病気よく治りなさい。病気ちゃんと治りなさい。だから皆さん、この詩幣23編は、ただ覚えて何になりますか主は私の牧者であって、私には乏しいことがありません。聖書は一言葉を読んでも、その意味を じっくり読んで食べてみなければなりませんだからもう蜜よりも甘いその意味も知らずしても文字でこうしてしたらいけません敵の前で私あなたは私の前に食事を整え私の頭に油を注いでくださいます油というのは精霊を今しますそれで私の頭で 香りが出るようにこれは神様の命の息が神様の思いが入りますと私の脳波がベータ波からアルハファ波に変わりますそれで神様の匂いが香りがしだしますわかりますか私の杯は溢れます溢れています、はあ この資格のないこの罪人にこれほど恵みを注いでくださるのでも溢れます。だからあこの世に溢れるので結論私の命の日の限りいつくむしみと恵みとが私を追ってくるでしょう。神様は私が罪を犯すことがあってもまた私がまた 死の影の谷を歩むとも、その神様は私に従ってくる。諦めない。そういう神だから、私はいつまでも死の家に住まいとしましょう。はあ、いつまでも死の家に住みましょう。皆さん、このニューサートプロムが終わりながら、今まで、あ 皆さんが神様がこういう方である神様は私のしもべであるだから私はこの神様永遠に捉えてもう捉えて生きるはい、はあ、皆さん今回来られて素晴らしいしもべ見つけましたはい このように話しますと、権威主義者たちはとても、もう、もう怒ります。神がしもべだともう怖いです。わかりますかしかし、神様は、快くしもべとなってくださり、なりたがっています。だから昔からそうです。孔子もこれを悟った方です。誠の親孝行は何か 誠の親孝行は何ですか誠の親孝行はだから親孝行の大会をしたしだそうです。誰がこの世の中で誰が一番親孝行ものなのかで探してもう本当に親孝行のものをたくさん求めましたあの集,ま集まりました。で一番になった人は誰の 誰だったでしょうか一番の親孝行ある町に行くと年取った年老いたもうあのおばあさんが50の息子をお風呂していますこれは不幸じゃないですかところがその人が一番の親孝行者になりましたどうでしたでしょうか その子だけが両親を一番シャワーにしてくれた愛は与える時幸せです皆さんで私の母は今89歳になりましたで年を取ったのでもう寒がります だから今日みたいに暑くとああ、少し天気がいい少しこう涼しくなるともう大変ですところが私はこの健康になりますと昔はそれほどもう寒がりでしたが最近はそれほど寒がりません昔も寒いところにいたらもう,もう本当に大変ですが今暑いのが嫌でもう寒いのはもう耐えられそうです 健康ににななるとそのようになりますだから私は昔、もう暑いところに行って引退しようと思ったら今はあ,もうあまりにも暑いもう寒いのは少し耐えられそうですがだからですね私の母の家にある日行きましたそうしますとその日はどれほど暑いのか熱帯夜です。 それで私の母はもうそのお母の寝て私は他の部屋で寝ていますが私の母は寝ませんどうしてですか私が風邪ひくかもしれないのでどうしてですかもう布団も全然かぶらないで寝るのであまりにもね、うん 暑いのでそれで扇風機をつけてきたらもう扇風機を消すのですああこれだから私の母はもう寝られる寝られるだろうと思ってまた扇風機をつけますそしたら私,も私の母が来てまた扇風機を消すのです でもう自分の息子を風邪ひかせないようにしようと思ってそうしたら何が親孝行ですか扇風機消して寝るのが親孝行ですどうしてですか扇風機つけたら私の歯眠れません皆さんそういう方が神様ですだから 皆さん、神様はいつ一番幸せですか自分がしたいこものを私ができるように許してくれるとき、神様してください。あ今、皆さんに神様が一番したいのが何でしょうか皆さんに病気治してあげることです。皆さんぜひ病気 治そうとするとき、そのようにしてくださいと許してください、許可をしてください、心の扉を広く開けて、私はあなたしか信じれません、あなたのみが私の遺伝子を回復することができます。はい だから私は私の母の家で寝ますと二人とも眠れません、二人とも。だからある人はもう行くのもあれだし行かないのもあれだしある日は行きましたが、とと寝たと思ったらよくもう私のもうその <laughs> 敷布団の下に手が入ります。どうしてですか部屋が暖かいのか。はあ、はあだからですねそれで母、はあ、と一緒に寝たら暑い暑い布団をちゃんとかぶって寝ます。少し暑いですが私は寝れなくてもお母さんは。 寝ないといけないじゃないですか。母はそういう関係が私たちと神との関係です。わかりますか権威主義、命令に従いなさいじゃありません。それは軍隊式神様です。それは聖書の神様ではありません。だから皆さん。 神様が皆さんにとても喜ばしい忠実なしもべとなるそういう子供となってくださいそれが最大の神様に対する親孝行です 優しい神様優しい神様優しい私の神様 私の祈りに答えてくださる優しい私の神様 限りない祝福を私たちにくださる優しい私の神様 愛の私たちのお父様、主が私たちをこれほど羊を使える羊飼いのように私たちを愛しておられますが、どうして私たちは幾度も服従しなければならないと、このように誤解しているのか分かりません。本当にこの世は悪魔が神様を誤って紹介しています。 主よ神様は愛であられますその愛の中でも条件のない愛であり絶対的な愛です永遠に変わらない愛です選択の自由を徹底に許される愛の神様であられます主よこの愛の中にあなたの主の懐に抱かれて 4歳5歳の子供がお母さんの懐に抱かれてストレスを解消するように私のストレスを解消してください私の遺伝子を回復してくださいそれでそして私を癒してくださいこの驚くべきあなたの愛の癒し御言葉の癒し命の息の癒しを通してあなたの 愛をはっきりと味わいその味を他の人にも伝える私たちとなさせてください。イエス・キリストの御名前を通して心からお祈りします。アーメン、はあ、隣の人、はあ、よくよくなってくださいと励ましてください。